昨日から本市一面の体裁が少し変わった。最上段をご覧いただきたい。新型コロナの感染対策を呼びかけていた図案に代わり、持続可能な開発目標、SDGs の一つ、気温上昇の抑止に向けた行動目標を掲げている。本市を含む国内の新聞社やテレビ局などの メディ108社が国連広報センター東京と連携して取り組むキャンペーンの一環である各社はそれぞれ気候変動の現状や対策に関する情報発信を強化メディアとしての業務を通じて地球が抱えている問題の解決を目指す SDGs という言葉は随分認知されてきただが 貧困や飢餓、平和などに関する17の目標は壮大で具体的にどのような行動を取ればいいのかわからないという悩みは多い山形大附属省の昨年度の4年3組はそんな疑問に向き合って自ら調べ考えを一冊の本にまとめた「地球規模の問題を 学校などで起きている事象に重ね合わせることで身近に捉えるそして日常生活で取るべき態度を導き出す大人にも参考になる思考方法だ企業団体などにも通じよう世界中の子どもたちの未来を守る鍵は日々の暮らしや仕事のうちに存在している。